ん？まさかここで会うとはな。ご友人かしら。ああ、ついこの間知り合ったんだ。見聞が広く、博学多才で、いろいろとためになる。歴史上の岩王帝君について話し合っているんだが、お前も興味あるか？この方は岩王帝君の力を甘く見ているようでな、プロの考古学者として少し訂正してあげていたんだ。ちょうど今世界最初のモラの話をしていたところだよ。世界最初のモラ？岩王帝君の導きにより先人たちは功績を精錬し、諸国と貿易を展開したのは誰もが知っているだろう。今のリーウェイには全大陸で唯一モラを製造できる権利がある。そして最初のモラは数千年前に岩王帝君が作ったと考えられる。私の考察、それから推測だと、この歴史的意味のあるモラは記念品として今も大事に保存されてると思うわ。例えばリンユエを管理する七星は就任前に秘密裏に行われる儀式があって、そこで。いやいや、私の研究だとこの最初のモラはそう単純なものではない。ご存知の通り、モラは触媒の一つである。今もモラを使って武器を強化する術が存在する。世界最初のモラには強い力が秘められているはずだ。だから今度出す私の本でこの10年間の研究成果を証明してみせようと思っている。ズバリ、岩王帝君はそのモラを使って刀と剣を強化したという歴史を。刀と剣を？知りたければ私の本を買うといい。ちなみにその刀と剣を手に入れればリーユエの王になれると言われ。それはどうだろうか。おや、刀剣の真相の考察は置いておくとして、モラが生まれた理由は契約を結ぶための手段だ。モラを使って取引させることこそが本意だと思う。だから最初のモラも普通に通貨として使われているだろう。うん、私は漢学殿の仮説は面白いと思う。逆に勝利殿、なぜ証拠もなしに否定を？いや、俺はあくまで事実を述べたまでだ。私よりも岩王帝君の見心がわかるというのかい？歴史に関しては俺も詳しくはない。だが意見が分かれなければ切磋琢磨もできなくなる。では聞こう。千年前、岩王帝君が先人たちに建築の技術を教えた。その時使われた模型は全てモラで鋳造されたものだった。そうだね？その通りだ。では仮にモラに侵力がないとして、なぜ岩王帝君はそんな贅沢なことをしたのだ？簡単だ。それはモラが最も手に入りやすく最もコストのかからない材料だったからだろう。岩王帝君の話だからな。勝利殿、その考古学に関してあなたに聞きたいことがあるんだけど、場所を変えて聞いてもいいかしら？ああ、構わないが、友人も一緒でいいか？きっと力になると思うぞ。ぜひご一緒してほしいわ。さあ行きましょう。これから話すことは少し眼神に対して不敬だから、人の少ない場所の方がいいと思ってね。勝利殿の話は理にかなっていた。多数の意見になびくことなく非常に客観的だったわ。だから他の学者とは違う答えがもらえるかと思って。勝利殿、眼神に殺された魔人はみんな悪だったと思う？善悪はさておき、岩王帝君は契約を尊ぶ。だから殺された魔人はきっと契約を保護にしたはずだ。おう、罪もない奴を殺すなんてこと岩王帝君はしないと思うぞ。でも考古学の研究をしていく中で
潮の魔人に関する伝説を耳にしたわ。潮の魔人ヘウリア、彼女は善良な魔人だった。でも戦争でモラクスに実に不名誉な方法で暗殺された。え、嘘だろ。それは話せば長くなるな。真相もお前の知りたいものではないかもしれない。構わないわ。知ってることを教えてほしいの。ずっとこの件を調べてきたから。いや、ただどこから話せばいいか。お、いたいた、勝利先生、探したぞ。武器を下ろせ、離れろ。戦艦軍に通報するぞ。武器なんか持ってないんだが。なあ落ち着いてくれ。俺はスネージナヤから来たただの考古学研究員だ。ファデュイは信じないぞ。ちゃんとリーウェ総務士にも報告したし、正式な許可書類も持ってる。これからリーユで考古学調査を行い、その調査結果を全て総務士にも共有することになっている。それで王城堂の勝利先生は物知りだと聞いて、俺の顧問になってほしく王城堂に大金を支払ったんだ。つまりは王城堂の仕事だな。仕事なら仕方ないさ。王城堂には世話になっているからな。さすが勝利先生。じゃあ今すぐ出発しようか。待って、私もついてっていい？私も考古学者だから役に立てるわ。では先ほどの話はまた後にしよう。そうだ、お前も一緒に来い。この先の経験はお前の力になるかもしれない。あれは七神が確立される前のこと。魔人はもういないし、お前の目標でもないが、お前の旅に少しは意味をもたらすと思うぞ。待て、これは観光じゃなくて考古学チームだ。人が多すぎる。しかし俺の友人には唯一無二の才能がある。かなり役に立つと思うぞ。へえ、どんな才能だ？宝箱を絶対に見逃さないという才能だ。オイラも得意だぞ。確かに役に立つな。許可しよう。では早速例の渦の魔人が軍玉閣によって鎮圧された場所を見に行こう。何かあるかもしれない。古物や痕跡、魔人のかけらがあればもっといい。とにかくきっと何かしら収穫はあるはずだ。特に変わったところはないな。価値のあるものを見つけられるだろうか。あ、結構壮大だと思うぞ。景色の話じゃない。あんな対戦があった後なら何か違和感を覚えるところがあるはずなんだが、今はどこから探せばいいかもわからんな。ここは古雲閣。魔人もしくは魔人戦争の歴史を研究したければ、ここが最高の場所になる。伝説によると、岩王帝君は岩の槍を海に投げ魔人を封印した。その岩の槍が長年の風化を受けて今の景色となった。こんな大きい山が岩王帝君の武器？俺たちが見ているのは氷山の一角に過ぎない。あの時帝君が投げた槍の数も体積もこれをはるかに超えている。ただ角度の違いやそれから海水や重力の影響でその多くは海の底に沈んだんだ。そのため風化だけでなく最初の崩落も古雲閣が出来上がった要因の一つとなっている。じゃああんな桁外れの力を持った者と戦った魔人もきっと強かったんだよな。ああ、だから古雲閣には研究の価値がある。あの歴史と関係するものの多くは海に沈んだが、渦の魔人が大波を引き起こした影響で何かが見つかるかもしれない。つまりちゃんと探せばきっと大儲けでき、こほん、収穫はあるってことだな。それなら安心だ。
この人数なら手分けして探した方がいいだろう。ああ、では俺は友人と共に行くことにする。雑学はわかるが、プロの考古学者の前で恥をかくのは遠慮したいからな。え、あ、私。なんだ、あんたの本職だろ。なぜ驚く。わかったわ。では案内するわ。ああ、珍しいものを見つけたら、そうだな、対岸で落ち合おう。あの古い魔人は元素の痕跡を残したはずだ。それをたどってみるといい。おう、元素資格で確認してみようぜ。雨描きがたし。ふん、熱々で。いや、話が通じないなら立ち去れ。はっ、消えるんだ。へっ、はぁ、くらえ。この剣はわかるかい。もともと魔人を封印した場所、それらの残滓が今も影響しているんだ。やった。ふっ、熱々でしょ。クジン、動くべきだ。形は精神と共にある。アツアツでしょ。それやっ、はぁ、来るな。ほっ、雨描きがたし。
じゃ。アツアツです。はあ、いや、それ、やっ、さっ。おそらく真ん中のあれに魔人の力が残っているからだろう。しかし彗星の原型者か。契約がある限り個人の感情は関係ない。そいつらを倒してあれを回収するぞ。どけ。ただの石板か。その割には模様が独特だな。これで何かしら情報をつかめるはずだ。戻るぞ。あんた本当に考古学者か。何も知らないじゃないか。本当に大丈夫なのかよ。術業に専攻ありって言うでしょ。ちゃんと説明してるじゃない。喧嘩はやめろよ。何があったんだ。こいつ考古学者なのにこの辺りの遺跡について何にも知らないんだよ。むしろ俺の方が詳しいくらいだ。だから俺の勘と経験で価値のありそうなものを持ってくることしかできなかった。ああ時間の無駄だったかもしれない。私はずっと塩の魔人の研究をしてたんだから詳しくないのも仕方ないでしょ。そっちこそモラのことしか聞いてこなかったじゃない。貴重な文化財の価値をモラで測ることしか知らないの。それはモラで言えば一番わかりやすいだろ。まさにリーユへの伝統だ。二人とも少し落ち着け。お互い見つけたものを一緒に確認しよう。ふん。そちらが見つけたものは確かに渦の魔人の影響で岸に上がったものだが魔人とは関係がないな。残念だがこの海域にもともとあったものだ。一方、俺たちが見つけた石板には不思議な模様がある。魔人の力も残っているな。研究に役立つと思うぞ。あ、早くそれを俺に渡せ。これで収穫はありだな。魔人の力、これを探してたんだ。こほん。他のものも少しは金になると思うし、顧問料を回収できるはずだ。全部俺のものだからな。魔人の力がないと研究価値がないのか。ううん、私が塩の魔人の歴史を研究しているのは歴史が文化と信仰を教えてくれるからよ。あなたはお金のことしか考えてないみたいだけど。バカ言え。俺はスネージナヤの考古学研究員だ。正真正銘な。そうだ、あのコップは売らない方がいいぞ。なんでだ。あれは行幸のコレクションで軍玉閣と共に落ちてきたんだ。七星を敵に回したくなければ。金になると思ったのに。ほらまたお金の話。だったら何だって言うんだ。研究成果も金もどっちも得るに越したことないじゃないか。さあここは終わりにするぞ。そうだ、塩の魔人、そいつには俺も興味があるんだ。次は地中の塩に行くか。来るな。あなたね、お金が全てじゃないのよ。あんたこそ文化財のことばかりで頭が固いぞ。まだ言ってる。はい、邪魔しないでおこう。雷雨描きがたし。
よっ、動くべきだ。この剣はわかるかい。形は精神と共に。ゴバヒヨ、話が通じないならただの塩は、かつて塩の魔人の民が暮らしていた場所だと聞いた。ああ、きっと価値のある文化財も多いだろうな。伝説によると、塩の魔人ヘウリアの加護を受けた民は確かに幸せな暮らしをしていた。しかし、この伝説は古くからあり、ここに来た宝刀団も数知れない。価値のあるものはほとんど残っていないだろう。ちっ、来なければよかったな。実は洞窟の奥に塩の魔人関連の遺跡があるの。それが地中の塩の由来にもなっているらしいわ。ただ遺跡の入り口は封印されているみたいで入れないのよ。関係のありそうな装置は見つけたけど、解除しても封印は微動だにしなくて、その封印の由来も解除方法も塩の魔人の研究にとって重要な課題になっているわ。物証がないからわからないわ。でも封印の多くは真実を隠すために存在するものよ。けど塩の魔人は優しく力もあってみんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから真実を隠したいのは犯人のモラクスだと私は考えているわ。岩王帝君はそんなことしないと思うけど。そんなのどうだっていい。それより、その遺跡には塩の魔人の宝物があるんだろうな。人の話を聞きなさいって。あったとしても封印を解かないと入れないわよ。勝利先生がいるじゃないか。何でも知ってるし、封印だって楽勝だろう。あの封印は長いこと存在していて謎だらけだから、きっと勝利殿だって。多少ならわかる。ええ封印に関する言い伝えは雑然としているように見えるが、実は解除の仕方もちゃんと伝わっているんだ。封印と関係がありそうな装置の話をしていたな。まずはそれを確認しよう。うん、勝利殿がそう言うなら案内するわ。ここよ。この辺の残骸を組み合わせると塩の魔人に関連するものに見えるの。ヒント通りにある角度から見ると
装置は解除できる。ほら、解除できたのに封印は微動だにしないの。それはもう一つの装置を同時に解除しないといけないからだ。もう一つ？ああ、俺が案内しよう。ここ、ああ、変わった元素石碑があったわ。これも関係があったのね。封印を調べるために神の目を持った人を雇ったんだけど、石碑に明かりをつけた後何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。そしてヒントは魔人戦争に関する文章の中にある。南は天候、東は陽光、西は絶運、北は警策。広いリーウェに居場所がないとは。え？なんだって？意味がわからないぞ。それ、聞いたことがある。ああ、この文章は潮の魔人とも関係がある。この優しい神は苦しむ民に居場所を与えるためリーウェ各地を歩き回った。しかし、あの戦火にまみれた時代、一国の平和でもかなり贅沢なものだった。最後、彼女が見つけたのは今の地中の潮という場所だ。でもその安らぎもモラクスに壊された。そんな古臭い伝説の話よりも早く封印を解除しよう。せっかくヒントがあるんだから。さあさあ。天候は南、陽光は東、絶運は西、警策は北。このヒントがあればお前もわかるだろ。この剣はわかるかい？ゴバー、引き合う。それ、風と共に去れ。さすが勝利殿。多少知識があっただけだ。さあ、封じられた秘密を明らかにする時が来た。無用の争いを避けるため遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう？契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため俺はカウントしなくていい。おい、せっかくのチャンスを諦めるのか？俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を等分しろってか？ありえない。それはこっちのセリフよ。潮の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。ふん。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは分かった。潮の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、一つ条件があるわ。潮の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら
受け入れよう。では行こうか。これは彫像？いや、人だ。はあ？この人たちは塩の魔人の信者だったんだろう。なんでこんな風に？この遺跡に一体何が隠されてるの？いざ。この剣は分かるかい？構成。へっ。動く。は。や。料理の時間だよ。や。中に塩が半分入ってるわ。ただの塩入れだろ。塩の魔人は貧乏な魔人だな。俺の知っている限りそれは普通のものじゃない。たかが半分されど半分、永遠に変わらない。え？つまりいくら使っても中の塩は減らないのか？その通りだ。無限の塩を生み出すなんて、やっぱり塩の魔人の力はすごいわ。ここまで苦労してやっと見つけたお宝だ。こいつは俺のだ。無限に出てくる塩、それを売るだけで十分に儲かるはずだ。塩の魔人の遺産をそんなことに使わないでくれる？クリメント殿がそれを欲するなら、契約に従って次は彼女がもらう。問題ないさ。こいつより金になるものはなさそうだしな。契約に従い、奪い合いはやめておくわ。では、先に進もただの定規だろう。大したことない。これは測定器具の一つなのよね？その通り。
しかしこれにも潮の魔人の力がある。これを地面に刺すと、そこから潮が溢れてくる。深く刺すほど得られる潮の量も多い。つまり潮の豊作だ。それって俺の潮入れよりもすごいじゃないか。では契約に従い、この定規は彼女のものだ。ダメだ、認めないぞ。俺が出した金だ。なんで俺が損しなければならないんだ。それにこいつ何の役にも立ってないし、絶対に認めない。やっぱりこうなるのか。つまり契約を破るのか。だったらなんだ。この遺跡の罠もほとんど分かったし、あんたがいなくても結構。そもそも俺が雇い主なのに、なんであんたに従わないといけないんだ。契約を結んだからだ。岩王帝君はこう言った。契約を保護する者は岩食いの刑に値すると。それはリーウェの神だろう。俺はスネージナヤから来た。岩食いの刑、その身をもって体験するといい。無事じゃ済まないがな。塩もてつぐの。はっ、神殿だ。いや、天理チョーク。こちら、触れろ。いや、はっ。他奥義。いや、熱々でしょ。ねえ。その獲物も没収する。この先に行く資格はない。猿がいい。クソ、覚えてろよ。考古学のためとか言って結局嘘だったな。だな、オイラの鼻は騙されないぞ。彼は貪欲で間違いを犯した。しかし貪欲の他にも契約を破る原因はまだまだある。渇望する者を前に、契約を守れる者はどれほどいるか、これを機にはっきりとさせよう。ん？何のことだ？この考古学チームに考古学を目的に来た者はいない。どうしてそう言えるの？お前は考古学の初歩的な知識も文化財もよく知らないが、潮の魔人に関する知識だけはかなり詳しい。考古学や文化財よりも潮の魔人自身に興味があるのだろう。またお前が話した潮の魔人の伝説も、その多くは銀元町に伝わっている。それ以上言わないで。勝利殿はやっぱり物知りなのね。何もかも見抜かれてるわ。そう、私は考古学者ではなく、リーウェ七星八門の一つ、遠行を担当する銀元町の者よ。私たちの祖先はかつて魔人戦争中に潮の魔人に守られた民だった。確かにモラクスっていう名前を口にするリーウェ人はめったにいないもんな。戦争中、モラクスが私たちの神を殺した。潮の魔人の力を奪うために。憎いわ。でもリーウェはモラクスのリーウェ、歴史だって改ざんされてるに決まってる。だから証明したいの、モラクスが悪で残酷な一面もあるってことを。ふん。契約に従って真実をちゃんと公正に判断してくれるわね、勝利殿。もちろんだ。それにリーウェはもうモラクスのリーウェではない。ついてこい。答えはこの先にある。はっ。
起立先陣。難攻不落。突き刈り。この剣はわかるかい？こうせ。出よ。料理の時期よ。よい。や。くらえ。とりゃ。せ、新天道地。は。甘い。雨描きがたし。やっ、へっ、へっ、やっ、だー、うちろ、へっ、へっ、はぁ、で、へっ、はっ、天道、ここにあり、ふ、隙あり、は、や、は。熱々でしょ。はっ、たん、せや、岩山八九、せ、ふ、や、ゴバ、ひよっけ、やっ、これは剣？あ、壊れた剣よ。これが証拠よ。潮の魔人は抵抗した。ただモラクスには勝てなかったんだわ。潮入れや定規に比べてこの剣の力はもっと強大でしょうね。もし直すことができれば潮の魔人の力をみんなに見せることができる。確かに負けた後に残されたものに見えるな。剣の断片が2つ、考古学的な見地から言うとそれは二つの文化財になる。契約に従い、そのうち一方しかお前はもらえない。どうしてよ。だってクリメントのやつはもう。ああ、だが一点のみの契約はまだ有効だ。同時に二つもらうのは契約違反になる。それはなあ、勝利、悪意はないんだし、少し融通を聞かせたら？契約に融通はない。守るか破るかだけだ。ダメ、半分だけもらっても直せっこないわ。そしたら潮の魔人の力だって。私の信仰のために何が何でも、契約違反になっても構わないわ。決心はついたか。では代価を支払ってもらおう。勝利、岩食いの刑を受けることになるぞ。構わない。民を守るため犠牲になった潮の魔人と比べたらそんなの大したことないわ。どんな処罰でも構わない。私の信仰を守れるなら。女性を殴っちゃダメだ。それで許されるのなら楽だけどな。罰として真相を教えよう。な、真相？真相が私への罰？ああ、これから話す真相はお前が契約を破った代価だ。残念だが潮の魔人ヘウリアは強い魔人ではない。むしろ弱い。譲歩ばかりしてきた彼女は七神の座には登れない。敗者だ。何ですって？魔人戦争時代、魔人たちはテイバット大陸を奪い合い、力と知恵を尽くし戦った。しかし、ヘウリアは逃げることを選んだ。逃げれば、戦火の影響は自分と民たちに波及しないと思った。しかし、長い戦争の中で、譲歩は終わらない。そうしてヘウリアは土地を全て失い、
最後の居場所しか残らなくなった。いや、そんなのありえない。最後、彼女は民を守る武器すら持っていなかった。武器すらない。でもこの剣は。ああ、それは潮の魔人の遺物ではなく彼女を殺した凶器だ。凶器？違う、嘘よ。私の信仰を惑わすつもりなのね。事実を述べたまでだ。そんなバカな。さては、あなたもモラクスの信者なのね。騙されないわ。おい、勝手に行くなよ。罰だからな。そうでなければ俺だって話したくない。先へ進もう。そこにはおそらく彼女が真相を受け入れざるを得ないものがある。かけっこしましょう。想像がどこかに逃げた。一体何が。潮と裏切りだ。彼のあれは何なの。彼らは何を見て何をしたの。そして一体何があったの。俺を信じられないなら先へ進むしかない。あの時の出来事、この扉の先にある痕跡がそれを記録している。ここだ。ヘウリアだったものが崩れ、潮しか残っていない。これが彼女の最後だ。物語の続きだ。彼女の民はこの優しい魔人では誰も守れないと気づいた。魔人戦争は残酷だ。敗れた苦痛を味わわせるよりも彼らは彼女を自由にしたかった。この彫像たちは、どういうこと？どんな弱い魔人であろうと、それが死ぬ時に流れ出る力は凡人の体では耐えられるものではない。逃げられなかったものがこんな風になってしまったんだ。生き残った民は領地を離れ、元王帝君の庇護を求めるためリーユエに行った。その子孫たちはヘウリアが残した魔人斬死による呪いを恐れ、ここに戻って彼女の怒りが静まるようにと剣を折って彼女に奉納した。だが本当はする必要もなかったんだ。最後まで抵抗しなかった魔人が自分の民に怒りを抱くわけないだろ。それでも受け入れられないわ。嘘よ、偽りの歴史を。何もかも私の信仰は揺るがない。今回も容赦ないな。それが彼女の払う代価だが、悪いことばかりでもない。
しばらく動揺は続くだろうが、すぐに納得できなくても事実を知ることはいいことだ。ああ、遠い昔の俺にとってヘウリアの話は戒めでもあるんだ。亡くなった神を信仰するのはいいことではない。ヘウリアでもモラクスでも皆同じだ。ああ、さて、これから一緒に古雲閣に来てくれないか。あ、何するんだ。ああ、ここに来て、そして昔話をして、ふと懐かしい思いに駆られたんだ。前にも言ったが、古雲閣の下には魔人たちが多く封印されている。今のリーユエは凡人たちのものだ。遠い昔に生きたヘウリアの置き土産をリーユエ校に持ち帰るわけにはいかない。ここで静かに眠らせた方がいい。俺は一つの時代を終わらせた。その歴史をどう記録すればいいかずっと考えていた。歴史は記録できるが、その信憑性は不確かなものだ。今回の件はその証明になった。歴史をねじ曲げるほど時間の力とは強い。本物の歴史を刻むためにより良い記録が必要だ。石に刻むのは良い記録だった。しかし変わらない盤石も世界も俺もいつか消えるかもしれない。勝利。だからお前のことを思い浮かべたんだ。お前は様々な世界を旅する者。歴史をお前の記憶に刻めば、それはいつか別の世界にも伝わるだろう。旅人としてお前が記録すれば、テイワットの時代も歴史もバックアップを得たのと同じだ。任重くして道通しか。さてと、そろそろ置き土産を海に入れるとするか。あ、なんで海に入れるんだ。言っただろ、ここには魔人が多く封印されていると。軍玉閣に再び封印されたあの渦の魔人オセルもな。数千年前、戦乱に満ちたリーユエで俺たちは戦った。魔人が封印された古雲閣も、千年の時を経て逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。ああ、ヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。お、リーウェ校の霊石はこれで一つなくなった。天地万象、後世に任せるとしよう。もう少しここにいようと思う。過去に思いを馳せる機会はそうそうないからな。魔人戦争の時代、善悪を判断する基準は今とは違う。もちろん
今の俺は彼女には優しい時代に生まれて欲しかったと思っている。もう少しここにいようと思う。過去に思いを馳せる機会はそうそうないからな。確かに異物には力があるが、オセルにとっては取るに足らないものだろう。たとえいつか彼が復活してもきっとまた破れるだろうな。もう少しここにいようと思う。過去に思いを馳せる機会はそうそうないからな。いい質問だ。昔なら具体的な答えを出せたが、今は、まあ、往生堂の格系としての責務を果たそうと思う。もし今回の旅を楽しめたなら、次の記録もまた俺を呼ぶといい。